はい、シュークリームを、シュークリームをね、食べてから戻ってきました。まあ、ほどほどかな。ここフルボイスで来たな、今ごめんな、あがねちゃん。喋っとったのに。あー、こういうのなんだね。一回ね、割引の一回限定、一日一回、一日一回割引っていいね。でも優勝だけどね。よく見たらここ優勝って書いてあったわ。ごめん、メンゴメンゴ。優勝だったか、10連あったか。いや、今ね、皆さんに僕生々しい画面見せたんだろうな。今僕皆さんにね、生々しい画面をお届けしております。ええー。よっしゃ、これでできるな。オッケー、これでできるわ。はこれで、その優勝しかできないっていうね、優勝しかできないんだったらしょうがない。優勝でやりましょう。まあ、開幕一発いきましょう。はい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 。ね。優勝だよ、100勝してやると。いきましょうよ。お前、おやってんな、俺。おー、すげえ。さあ、行きましょう。さあ、誰が来る？このいきなり課金した。もういきなり課金ぶっ込むやつがあるか？行くぞ。みんなが見たいやつだもん。絶対これみんな見たいやつよ。さあ、カモン。私はジムリーダーのナギ。世界に羽ばたく鳥使い。お、この人知ってる。今僕がなんかやってるやつじゃん。今僕がやってるゲームやつじゃん。2回言っちゃったし。系が出たりするの好きよ。あ、やっぱりストーリーの仲間はこうやって会話に入ってくるんだね。ね、ジュンさんはこの幅に行って聞いてます。早速会いに行きましょう。ジュンってどんな人なの？すごくまっすぐで純粋です。気持ちのいいトレーナーさんです。マジで。罰金100億円じゃなかったっけ。おっと。まだチュートリアルくせえな。ちょっとチュートリアル感出てるな、まだ一応は。まあ、今回入れてあるんで、まあ、ぶっちゃけ言うと、もうすでに入れてありますんで、まあ、行きましょう、このまま。まあ、おすすめタイプとか書いてあるから、編成はね、楽ですよね。おお！嫌な予感しかしない。結局目と目が合うんだね。海パン野郎だ、海パン野郎。うわぁ！ちょっと待って待って待って、やだわ、こんな。やめてくれ、こんな光景は。さあ。まあね、うまいことね、リアルタイムでどんどんやっていきましょう。ねえ、どうしてもちょっと重たいのあるな。端末の差か、これが。電気ショッカーやってて、おぉ、いいね。一発でいけんだね、一発で。で、2溜まったからエナジーボールでいけると。メイが強いぞ。柵に溺れたじゃないよ。お前、柵しちゃったのかよ。得意のポケモン勝負で負けてしまったらと。お、何？先に誰かいるけど。おーい、そこのジェントルマン。うわー仮面の男。ちょ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 、ビキニのお姉さんまで仮面してもうてるやん。誰誰。さあ始めましょうか。始めましょう。何、カットインがちょっと違う。さあ向こう仮面の男の3人ですね。なんでビキニのお姉さんまで仮面つけてんだよ。これ絶対やらせただろ。絶対やらせた感あるよな。あ、ビーダルだ、ビーダル。電気ショック 43！ いいね。この辺りはもう各位置にね、どんどん持っていけるのはいいね。基本的に技がたまんないと攻撃ができないから、この小回りが効くのは一体欲しいよねっていうね。なんとなくそうやって思った。プラスパワー G、攻撃が上がる。そういうのができるんだよね、なんか。この道具とか傷薬とかで。そういうのもできるから単純に殴るだけでもないと。お姉さんメロメロ。お姉さんメロメロじゃないよ。準備が足りてなかったからひとまず再三だって。ビキニのお姉さんなんでおんねん。お前絶対スカウトされたらその場で。何？呼んでる。いらっしゃいませ。
特訓マシンをプレゼント中です。何特訓マシンって。あ、ちょこちょこ手に入ってたよね、これ。和田スキル習得に使用します。そう。あ、味方を強くできると。なるほどね。レベルアップに使うとかかな。じゃあ早速ね、まあチュートリアル的な感じなので、まあここも覚えていきましょうか。特訓マシン、あ、やっぱいくつか集めてようやく使えるってやつなんやね。オッケー。じゃあ使うしかないですね。技を覚えます。あ、こういうのを使うことによって技を覚える。10万ボルトを覚えた。いいね。さあ、仮面のとこを退けて、仮面のトレーナー何だったのかしら。そうだね。パティーズのね、ポケモンを狙うってやつでしたもんね。仮面をつけたトレーナーがポケモンを奪いに襲ってくる。結局奪ってくんのか。紳士的な痛みを奪ってくんのか、ついに。ついにね、紳士的な感じで奪ってくんのか。ブレイク弾だろ。そうだろ、しらばっくれたら罰金だぞ。出た、罰金出た。ちょっと。話全然聞かねえな、相変わらず。せっかちだわ、やっぱり。とりあえず、結局まあ、とりあえずポケモンで勝負するのね。さあ、ジュンが。死亡をそこかけていた。そこら辺のビキニと海パンを捕まえるな、君たちは。何手持ちいなかったのさあ、行きましょう。ね。早速10万ボルト使いたいな。使ってみるか、一応。10万ボルト。120! 強い !120! 強い強いあ、ちゃんと能力が下がったりもあるんだね。今、バルブ光線で素早く下がったり、ミルタンクの。待って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 。エナジーボール全然効いてないんだけど、ポッチャマに。え、どういうこと？やっぱボスだから結構強いんか。待ったなしだぜ。あ、なに？吸収率1。なにそれ？そんなあんの？ボスの HP がすごい高いんで、これパティーズ技で仕留める系のやつなのかな。柵に溺れたじゃないですよ。フェードアウトしないの？いきなり。さあ、パッ、21だもんね。全然効かないもんね。わあ。よっしゃー、行くぞ。パティーズウォーターレイ。あー、ミルタン君、そんないじめないで、うちの。あー、強い。いや、これ、大変だぞ、これ。大丈夫か？よし、これだ。行こう。パティーズが溜まったんで行きましょうか。まあ、弱点はついてるから行けると思うんだけどね。行け、喋らない主人公。走り出す情熱が見える。弱点はついてるからね。これでまあ、まとまったダメージ与えれるからどうだ？これで。あ、強い！強い！2回言うなよ。なるほどね。やっぱボスには最終的にやっぱダメージを与えていかないかんってことね。すげえ！うぎゃーじゃねえよ。どんな表情してんの？なんだってね。ブレイク弾に負けちまったよ。ちょっと。ジュンさん、ちゃんと私を見て話を聞いてくださいよ。あれ、お前ましたよ。もしかしてブレイク弾じゃなかった。どんだけ盲目なの、こんなに近いのに。ポッチャマ、下向いてもうてるやんか、ほら。ねえ。でも知ってんだろ、ヘンテコな仮面つけた怪しい奴ら。それがブレイク弾ってやつですね。どうして悪いことするんだろういろいろと真理をついたことを言わないの。ねえ、はい、ジュンさんはねえ、改めてね、仲間になってくれるってやつね。すごくちゃんとせっかちですがって言われてるやん。チームを作ると。まずあのさ、メイン一つ言っていい？その表情何なの？その狙った表情は何なの？オッケー。ね、これでブレイク弾溜まり場ということで、メインストーリーで倒していくということね。なるほどね。俺、双葉タウンのジュン。罰金1000万円なって。罰金1000万円な。はい、というわけで、一回ちょっとね、収録をこの辺りで
置いておこうかなと思います。またねやるかもしれません、今後のアップデートとかね、更新とかやるかもしれませんということだけでお伝えしておきます。では今回はこれぐらい失礼します。お疲れ様でした。